皆さんこんにちは。僕は今東京国際空港羽田空港の第2ターミナルに来ています。羽田空港第2ターミナルということで ANA がね主に使っているターミナルになるんですが、本日ですね、中央線のグリーン車、今日からで無料開放ということで動画撮ってないんですけどもね、ちょっと誘われたんで見てきました。で今ね羽田空港戻ってきたんですが、このまま日本出国します。今からですねタイのバンコクスワンナプーム空港に向かうんですが、第2ターミナルということで今回も ANA の国際線第2ターミナルからの便に乗ってねバンコクに向かいます。で今回ね羽田を0時5分発かな深夜便に乗ってバンコクに向かう形になります。羽田発の深夜便、今までジャカルタ、クアラルンプール、シンガポールっていうのは乗ってきたんですけども、バンコク行きに関してはまだ乗ったことなかったんですよね。前から気になってた羽田0時5分発の NH849 便だったかな、バンコクスワンナプーム空港行きに今回乗っていきます。深夜便ということで、今回なんですが、ちょっと機内食ね、パスしようかなと思ってます。ANA の深夜便に関しては、離陸後軽食のサービス、ドリンクのサービスがあって、着陸の大体1時間半前ぐらいにね、朝食が提供されるんですけど、やっぱバンコク便ってね、言うてフライト時間6時間半とかで短いんですよね。1分でも長く機内では寝たいということで、機内食を、不要っていうね、オプションで選択することもできるんですよね。なので、地上でラウンジ、今回使えますから ANA スイートラウンジでいろいろと食事食べて、機内ではね今回寝るのに徹してみようかなというふうに思います。なかなかね機内食不要を選択する方っていうのはいないと思うんですけども、一体どういうふうなムーブになるのかっていうのもちょっと今回気になるので、今回初めてね機内食不要っていうのをちょっとオプションで選択しています。それをね選択することによって、食品ロスですね、廃棄っていうのを減らすことができるんで、機内でね深夜便の時はもう機内食いらないよという方結構多いと思うんですけども、そういった方はですね、ANA とか JAL ももちろんできるんですけども、機内食をね、なしにするっていうことをお勧めしておきます。はい、ということで今回もねよろしくお願いします。羽田空港第2ターミナル、ただいままだ午後7時ということで国内線も全然終わってません。なので結構賑やかですね。明日も休みということで、今3連休なんですよ日本。なので空港かなり混雑しています。で今回は第2ターミナルからの出発便です。もうできるだけ、ね、羽田からの ANA 国際線は T2 からの便がいいなと思ってるんだけども、ジャカルタ行きはクアラルンプールはなんか第3なのかな。でもジャカルタ、シンガポール、バンコク、この3つの東南アジア深夜便に関してはね第2ターミナルからの出発になっています。奥見えてますけどもね、インターナショナル、あちらが羽田空港の国際線エリアですね。もう何度もね僕の動画でも紹介してると思うんで、今回はサクッとねやっていきたいと思います。第2ターミナル、国内線のエリアめちゃくちゃ混んでるんですけども、国際線のエリアはねかなり空いています。今夜7時過ぎということで、第3ターミナルの国際線エリアめっちゃ混んでると思うんですよね。ただこの時間帯から第2ターミナルの国際線 ANA は20時台に確かソウルがあるのかな。であとホノルルで、フランクフルト、ミュンヘンで、以前乗ったニューヨークで、あと僕が今回利用するバンコクで、クアラルンプール、ジャカルタ、シンガポールぐらいなんですよね。なのでフライト数もそんなないということで、多分今日も ANA 空いてるので空いてるんじゃないかなっていうふうに思います。第2ターミナルはなんといっても空いてるっていうのが、最大のメリットですよね。やっぱラウンジは空いてないと。今第3の ANA ラウンジとか多分めっちゃ混んでると思うので、はい、こんな感じです。何度も来てるけどいいね、やっぱり第2ターミナル。何度も言います、 ANA 羽田からの国際線第2ターミナルがおすすめです。今日深夜便で、6時間半ぐらいのフライトですから、機内では本当にもう爆睡したいですね。国際線のエリア、全然混雑はしてないですね。で、ダイヤモンドということで奥の R のチェックインカウンター使えるんで、そちら向かいましょうか。第2ターミナル国際線は今現状 ANA しか使っていませんし、今後も ANA しか、ね、利用することは多分ないと思います。いずれ多分全部 ANA こっちに国際線持ってくるのかな。今3分の2ぐらいはもう第2ターミナル発着になってますよね。こちらねプラチナだったり、あとビジネスクラス用なんだけど、そこそこ並んでるね意外と。でダイヤモンド会員だったりファーストクラス利用する人はね、こちら ANA スイートチェックイン R 小屋使うことができます。ここは全然人並んでいません。これね中からねそのままファンケース抜けれたらいいんだけど、そういう作りになってないんですよ。成田の絶対屋敷みたいには一回出ないといけないっていうね、ちょっとめんどくさい仕様にはなってます。フライトスケジュールはこんな感じでバーッと出てますけども、今回僕が乗るのは下から2つ目の0時5分発 NH849 便のバンコク行きになります。スワンナプーム行きですね。第2ターミナルからの国際線最終は40分のシンガポール行きになるので、最終の1本前になるという感じです。よし、ではボーディングパス、受け取らないといけないんで行ってきます。サクッとチェックインが終わり、搭乗券で発券してもらいました。今回かなり混んでて、一応窓が押されてるんだけど3席独占はまず無理ですね、はい、なので、今回は普通にエコノミーでおとなしく座っていく形になります、はい、ということで、もう早速ですが保安検査抜けて中入っちゃいましょう。今日はねそこそこ人いそうだわ、スイートラウンジも。前回第3ターミナルねシアトル行くとき貸し切りだったんだけど、あんなことにはならないと思う。
では保安検査を受けて日本出国して中入ります。保安検査終わり日本出国完了しました。まあ、制限エリア内はですね、第3ターミナルと比べると店もかなり少ないですし、ちょっと寂しい感じではあるんだけども、まあ、さっきも言いましたけども人が少ないんで僕は第2ターミナルが好きですね。第3は店多いけど狭いんで本当人口密度が高くなるんですよね。はい、ではちょっとラウンジに行く前にちょっとゲートの確認、ボーディングパス見て分かるんだけど、ちなみに今ね夜の7時半前なんだけど、まあ、大半がやっぱ T3 ですね。で、まあ、この時間だと、まあ、こんな感じでね店やってるんで、まあ、ラウンジ入れない人は別に中で、まあ、食事はまあ問題なくできるっちゃできます。全然営業してます。では今日も京都で ANA スイートラウンジ行きましょう。この横のねパワーラウンジっていうのがちょっと気になるんだけども、ここ入るのも結構難しいからね普通に。この時間羽田空港の ANA ラウンジの方ですね、スイートじゃない方のラウンジも、まあ、そこそこ混んではいるんだけども、まあ、第3ターミナルと比べると全然混雑度マシです。 T3 はね ANA 以外のターキッシュ、シンガポール航空、タイ航空とかそういったエアラインも使うんでね混雑するんですよね。 スターアライアンスのラウンジ ANA しか羽田空港に関してはないので、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないです。では右が ANA スイートラウンジになってます。行きましょう。ラウンジの中入りましたけども見てください、相変わらず全然人がいません。 ANA スイートラウンジに関してはシャワールームが2階で、3階がダイニングになってます。で4階がねこのラウンジエリアなんだけど、今4階にいるの多分5人ぐらいしかいないんじゃないかな。マジで空いてていいね、この時間帯でもこんな空いてるんだ。多分一番混むのは午前中だと思うんだけども、昼間とかも全然いないと思います。昼間そもそも第2ターミナルからの便がほぼないので、真ん中にバーカウンターあるんですけども、バーテンダーさんもなんかすごく暇そうって言ったらちょっと言い方悪いかもしれないけど誰もいません。あちらでねオリジナルカクテルとかねいろいろとアルコール楽しむことができます。はい、まあ、詳しくアルコールのメニューとかに関しては概要欄に URL 貼っておきますので、まあ、そちらでねちょっと確認していただけるといいかなと思います。ANA スイートラウンジといえば、ラウンジに入るとですね、ウェルカムドリンクいただけます。まあ、ウェルカムドリンクって言ってもね、メニューは普通のメニューで、そこから好きなドリンク選ぶと持ってきてくれるって感じなんだけども、ちょっと今回はシャンパンじゃなくてね、ちょっと白ワインオーダーしました。白ワイン頼むとね、チョコレートも一緒につけてくれて、まあ、こんな感じで、アミューズ、いろいろ取ってきました。これ右上のやつね、フムスなんですよね。すげえうまそう。で、左アイガモですね。ANA 結構アイガモ好きだよね。あとはチーズセレクションもね、取ってきました。まあ、こんな感じでね、こういうなんか細かいおつまみとか、こういったのも ANA ラウンジにはないので、かなり差別化されてるなっていうのは感じます。ちょっとこれ食べて、ちょっとメール送らないといけないやつがあるんで、その作業だけパパッと終わらすと、3階のダイニングの方に行ってね、食事しようと思います。今日まだね、4時間ぐらい時間あるんで、作業して、のんびりしてって感じで過ごします。ちなみになんですけども、ANA スイートラウンジには仮眠ブースっていうのが用意されています。ブランケットの貸し出しとかっていうのもやっていて、ここでね横になって寝ることができるんですよね。まあ、完全ドア付きの個室とかではないんですけども、プライベート感は十分確保されていて、前回はここでね少し仮眠させていただいたんだけども、めちゃくちゃ静かでねすごいいい環境です。仮眠ブースだけではなくて、スイートラウンジにはテレビ付きの半個室ブースっていうのも用意されています。ちょっとこの日ね一滴油で手越優也が復活する日だったんですよね。ちょっとそれどうしても見たいなということで、今午後8時ぐらいなんですけども、約1時間ここで一滴球ちょっと鑑賞することにします。でまあ一滴球終わった後夜9時ぐらいですかね、3階のダイニングに降りてね食事いただこうかな。もうこんな感じでドアないけど本当もうほぼ個室よね。プライベート感抜群で一滴球を楽しむことができる。もちろんここでねシャンパンとか飲みながらっていうのも OK ですからね。テレビのお供にですねちょっとカクテルお願いしました。このインスピレーションオブジャパンって ANA の歌い文句ですけども、インスピレーションカクテルっていうのがあるんでね注文しました。てなわけでね一滴始まりました。カクテルこんな感じで作ってもらいました。いや最高ですねこれ、マジで ANA スイートラウンジレベル高すぎる。ではちょっと1時間久しぶりに一滴見てきます。
一滴終わりまして、今で午後9時30分前なんですけども、そろそろね、一つ下の階3階のダイニングに移動します。このプライベートエリアですね、全然人いなくてね、貸し切り状態ですね。結構皆さん外のオープンスペースの方がお気に入りみたい。まあ喋ったりする場合はね、外の方がいいかもしれない。てかこっちも一人用なんで、今日ね一人でスイートラウンジ使ってる人はあんまいないかな。大体がグループで利用されてる方が目立ちます。ということで、一つ下の階3階に向かいます。ダイニングエリアの方に移動してきました。 ANA ラウンジだとねバイキングスタイルですけども、こちらは基本的にはオーダースタイルになっています。まあ、メニューとかもねかなり充実していて、概要欄に URL 貼っておくんでね、そちらで確認してください。前回ここでね誕生日祝われたんですけども、おまけはねもちろんそんなはありません。こちらテーブルの上のね QR コードを読み込んでモバイルオーダーで注文する形ですね。で商品ができると呼ばれます。受け取りカウンターに行くって感じですね。ちなみにこれね、第2ターミナルのエリアなんですけども、今見えてるのが、こっち ANA ラウンジですね、通常の。で、こっちが一般の待合のエリアになっています。でももちろんね、飛行機も見ることができるんですけども、こんな感じでね、国際線機材がずらっと並びます。オーダーした商品がですね到着しました。今回も寿司にしましたね。まあ、ちょうど5日6日ぐらい前にねシアトル行った時にも羽田空港の第3ターミナルで寿司いただいたんだけど、まあ、これ普通に美味しいっす。ただまあやっぱ JAL のワーストクラスラウンジの方が寿司のレベルは高いと思う。目の前であの板前さんが握ってくれるからね、向こうは。ただ ANA ラウンジの方がネタの種類は多いですね。まあ、卵入れると合計6種類になります。サーモンとマグロ、まあ、そうですね、光り物もあります、いくらとね。あと今回はですね、ちょっと牛丼食べたかったんで、あの牛丼ねオーダーしました。もちろんあの ANA ラウンジにあるラーメンとかうどん、そば、そういったのもね注文することができます。でドリンクはちょっとさっきからアルコールパック飲んでるんですけども、奥が倉八のね梅酒、熊本県の梅酒らしい。かなりいいやつなんじゃないかな。 ANA ラウンジだと普通の長屋の梅酒なんだけども、スイートラウンジになるとね梅酒のレベルも上がります。で手前はね普通に緑茶になりますね。ということで、うまそう。今日の晩ご飯はこれにします。デザートを取ってきました。ハーゲンダッツが、ね、食べ放題でバニラ、ストロベリーと、あと僕の一番好きなクッキー&クリームが、ね、ありました。あとこれ右はねパンプキンケーキになります。で、まあ、ホットコーヒーということで、まあ、これで晩ご飯完了ですね。いやもうお腹パンパンです。食べ終わったらまた4階のラウンジエリアに戻って、今日もちろん深夜便なんでシャワーはね浴びたいので、まあ、シャワーは10時40分ぐらいにね行こうかなと思ってます。シャワールームの方にやってきました。ちょっとねラウンジで寝てしまったんですが、もう今ね23時20分ということで、ボーディング開始がね40分とかなんで、まあ、あとね大体15分ぐらいです。シャワールームということで、 ANA スイートラウンジのシャワールームね合計7部屋あるのかな。まあいつも通りの感じでございます。待ち時間ゼロで使えるんでありがたいですね。タオルとかそういったのはね全て用意されていて、あとはアメニティとかもね用意されています。まあ、今日は深夜便ですからね、飛行機乗る前にしっかりとシャワーだけね浴びておきます。これシャワー浴びたらもうすぐねゲートの方向かいましょう。シャワーも浴びてねさっぱりしたんでラウンジ出てきました。ではゲート向かいましょうか。ちなみにあの第2ターミナルの ANA ラウンジに関してもね、最終便が出ると閉まります。24時間空いてるわけじゃないので、ラウンジで夜を明かしたりするようなことっていうのは特にできません。もう多分ボーディング始まってるんじゃないかな。もう35分ですね。あと今日第2ターミナルからの便は僕が乗るバンコク行きと、シンガポール行き、この2つを残すのみになってます。73かな。ゲート向かいます。いやもうなんかめっちゃ眠たい。もう今日すぐ寝そう。てなわけで今回の飛行機ももうおなじみのボーイング787になります。 787-9 ですかね。ビジネス、プレコ、エコノミーの3クラス、もう今日は、ね、ほぼ満席になります。
今回はエコノミークラス一番後ろの窓側でバンコクスワンナプームに向かいます。もう間もなくね搭乗開始です。23時40分過ぎですね、ボーディング始まったんで飛行機乗っていきましょう。もうなんか離陸するまでに力尽きて寝てしまいそうなんですけども、ちょっとさすがにそれはね頑張る、うん、では乗っていきます。今回いっちゃん後ろですね。てなわけで機内入りました。ビジネス、プレコ、エコノミーの3クラス、今回はエコノミークラスですね。787ということで333のシート配置になります。今回40列目 K ということでいっちゃん後ろ窓側になります。まあ、ダッシュ9なんでモニターとかはかなり小さめ、まあ、ANA の国際線機材のデフォルトになる内装ですね。まあ、これでバンコクまで約6時間の深夜便です。まあ、今日はモニターとかどうでもいい、もうとりあえず寝れたらいいんでね。まあ、今日は隣も人来ると思うし、ほぼ満席の搭乗率だと思います。見た感じね、日本人の方もあのスーツ着てる方ちらほらいらっしゃるけど、タイの方泊まれるような方結構多いですわ。北米線からの乗り継ぎで利用されている方も多いのかもしれません。今回は機内食不要ということで、僕はね朝食の提供はありません。まあ、ANA に関しては深夜便は離陸した後はもうドリンクとねなんかお菓子袋みたいなのもらえるんですよね。ですぐ消灯して着陸の1時間半前ぐらいに朝食が提供されます。座席につきました。まあ、エコノミーガラスということで座席の上にはブランケットとクッションがね用意されています。よし、あと足元にねコンセントはついてますね。よし、まあ、シートベンチに関しては拳は 2.5 個分ぐらいの広さがありまして、意外と便利なこのフットですよね。結構使えます。はい、787ヘッドホンもね用意されてます。まあもう乗り慣れてる機材なんで落ち着くって落ち着くね、この座席は。パーサーの方からですね案内があり、案内というか挨拶があって、あと耳栓もね渡されました。一応まあ朝食の時に放送するということで、もしよかったらこれ使ってくださいというふうに言われましたね。あと座席にシール貼られてます。ノーサンクスミールっていう、まあ、機内食不要の目印となるシールですね。そういったのもね機内食不要を選択した場合は貼られます。まあこれせっかくですから使いましょうかね。一応も離陸後のねスナックバッグはもらえるみたいです。まあ、でもあくまでそれだけですね。0時5分ドア閉まりました。Good evening, dear passengers. Welcome on board ANA, a member of Star Alliance, flight 849 for Bangkok. This is a close share flight with our Star Alliance partner. 0時8分プッシュバック開始です。もうあとね第2ターミナルから出るのはシンガポール行きだけですね。Welcome on board. 機内の安全についてご案内します。必ずご覧ください。Please pay attention to the following safety instructions.
手荷物は重ねないように座席の上の物入れまたは前の座席の下に収納してください。手荷物が滑り出る恐れがあります。 Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front and do not stack items on top of each other as they may fall out。 通路や非常口付近には手荷物を置かないでください。 Nothing should block the aisle or exits。常にシートベルトを緩みのないようお締めください。シートベルトをもう一度お確かめください。小さなお子様はお膝の上でしっかりお抱きください。また一人でお座りのお子様のシートベルトもお確かめください。 Dear passengers, we are now ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is securely fastened. Please hold your child on your lap. Thank you. ท่านผู้โดยสารคะขณะนี้เราพร้อมที่จะนำเครื่องขึ้นแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยกรองตรวจสอบว่าท่านได้รับคำขับที่นั่งเรียบร้อยแล้วอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะANA の深夜便に関しては離陸した後にですねドリンクのサービスと軽食のセットを配られるんですけども、もう今回は離陸後もドリンクもねもう辞退ということでもういらないのでこのままねすぐ寝ようと思っています。今回ね一番後ろの座席なんでやっぱサーブされるのも最後なんでちょっと時間かかるんですよね。もうそんなことしてるぐらいだったら早く寝たいんでもう
眠気限界ということで、まあ、前日はですね、まあ、ほぼオールしていたんで、さすがに今日はもうクタクタ、このまま寝ます、まあ、ブランケットかけて、今日は横になってできないんでね、普通に座席の状態で寝ます。おはようございます。羽田空港で離陸してもう一瞬でね寝たんですけども、今目覚めました。残り2時間ですね。4時間ぐらい爆睡してたことになります。ほとんど1回も多分目覚めてないんで、すんげえ気持ちよく寝れた。そうで、気づいたら座席のところにねスナックボックスがかけられてました。 ANA の深夜便ではもらえるやつですね。カントリーマーム、あとは水とクラッツですねが入ってます。軽食ですね。これはね機内食不要にしてもねもらうことができます。でこのあと機内食がね今から提供されるために機内の照明をついたんだけど、僕はもう一回ね今から寝れます。ギリギリまでね寝れるっていうのがいいですね。二度寝、いや眠たい。今日のフライトはね全体的にかなり落ち着いてました。揺れも少なくて素晴らしいです。起きたら最終の着陸態勢に入ってました。やべえ時間経ったの早すぎる。残り28分だけど、まあ、あと5分でね最終の着陸態勢に入るみたいです。いいね、めっちゃ寝た今日のフライト。バンコクスワンナプーム空港も目と鼻の先です。4時半ですからね到着、多分まだ外普通に暗いですよね。飛行機はですね最終の着陸態勢に入りました。今またパーサーさんがね挨拶しに来てくれて、ペットボトルの水を、ね、1本くれました。今日ドリンク何ももらってないですね。マジでお菓子の袋もらっただけで、それ以外はペットボトルの水だけになります。見てもらったら分かる通り、もう間もなく着陸するんですけども、普通にまだ夜ですね。ちなみにねこの飛行機折り返しバンコクを朝9時ぐらいに出るね羽田行きになります。以前ね乗りましたね、それは NH850 かな。最近ねしょっちゅう来てるバンコクですけど、もう今日はね乗り継ぎだけの利用です。
飛行機帰国しました。東京羽田空港から6時間弱ですね。ANA のボーイング 787-9、今回 J923A かな。かなり新しい機材への搭乗になりました。お疲れ様でした。いや今日ねもうずっと寝てた。もう離陸してすぐ寝て着陸の直前までにずっと寝てたんで、本当にあの動画撮ってる時以外マジで爆睡しましたね。なのでなんかいつもよりも体感時間はあっという間に感じました。え、もう着いたんって感じです。もう約6時間かかってないですからね。さ、5時間50分ぐらいなんで近いね。バンコク、東南アジアもなんか本当に最近近く感じる、そんな今日この頃です。はい、では今回時間あるんでタイ入国しちゃいましょうかな。このままイミグレーションに進んでタイ入国に行きます。この時間帯のスワンの分布結構好き、人もそんなに多くなくてね、いい感じです。タイバンコク入国して税関も通り抜けてきました。イミグレーションはね、だいたい5分ぐらい待ったって感じかな。全然待ち時間も短くてよかったです。あのロボット今日もいるわ。生存確認。はい、ということで本日なんですが、 ANA 使いまして深夜便で羽田からバンコク飛んできましたけども、まあ、さっきも言いましたけども、もうずっと寝てました。もう離陸してすぐ寝て、でも着陸の最終着陸態勢入る直前に起きたって感じですかね。もうそれ以外基本的に寝てたんでめちゃくちゃすっきりしてます。まあ、6時間弱のフライトだったんだけども、多分5時間半ぐらい寝てたと思います。はい、やっぱいいね、深夜便はこれがいいと思います。このスタイルが一番いいかもしれない。まあ、今後も積極的にこのね、機内食不要っていうスタイルをねやっていきたいなと思うんですけども、まあ、もちろんね、あの日中便の時とかは全然機内食ね食べたいんですけども、やっぱ深夜便でラウンジが使える時っていうのはもう飯なしで全然いいかなって感じ。今も全くお腹減ってないですしね。で、まあ、この後また乗り継ぎで、まあ、シンガポール航空ちょっと使うんですけども、またシルバークリスラウンジとか行けるわけであって、いやいいね、ステータスとかあると、まあ、空港で本当に食事ができるっていうのはありがたいなというふうに思います。まあ、もちろんね、プライオリティパスとかでもねできる場合とかっていうのもあったりするんですけども、まあ、深夜便はこのスタイル結構おすすめです。割とね、朝食もまあ美味しそうではあるんだけども、結構ガッツリな量来るしね、普通に、普通にね、深夜便の時はやっぱ睡眠するのが一番大事なんじゃないかなっていうふうに改めて思いました。はい、ということで、まあ、あの今後ねエコノミービジネス乗るときとか深夜便のときはね、極力機内食は、まあ、不要の方をね、やっていきたいなというふうに思います。まあ、もちろん毎回それだと面白くないので、まあ、しかも視聴者さん的にはね機内食あった方がいいと思うので、まあ、そこはできるだけ、まあ、頑張って食べようと思ってるんですけども、もういいや、どうしてもね眠たいときとかは睡眠優先にしたいなというふうに思います。はい、ということで今回の動画はですね、この辺で終わりになります。まあ、今回はね羽田からバンコク来たということなんですけども、まあ、前回バンコクね、比較的滞在しましたけども、今回バンコクは滞在しません。この後ですね、まあ、朝9時台のシンガポール航空の飛行機に乗り継いで、次はシンガポールチャンギ空港に向かうんで、またその動画っていうのは次回に続きます。よろしくお願いします。はい、ということで今回は、ね、この辺で終わりたいと思います。今回は ANA の深夜便 NH849 便対羽田からバンコクまでの動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。